こんばんは。ちょっと鬼かわいい髪の毛してるんですけど、鬼かわいい髪の毛してるんですけど、ちょっと若い髪の毛してるんですけど、今日はそう撮影がありまして、さすがに可愛い、嬉しい。さすがにね、さすがにここまで来たら可愛くないと思う。あ、これはね、チークガチガチに今日入れてもらってます。撮影、じゃあもうちょっと経ったらお知らせするね。何の撮影だったかっていうのを、発表させていただきます。みんなが愛媛の日常より早いから、顎赤っ。今日はね、メイクもしてもらったの。めっちゃメイク綺麗、目が綺麗。目がめっちゃ綺麗なんだよ。ほら、めっちゃ綺麗。アイラインめっちゃうまい。まあ今日本当にプロの方にやっていただいたので。ちょっと街中で歩くのは私勇気がなくて、ちょっと今日は、ね、帽子かぶったんだけど、それでは明日は久しぶりにレッスンだから緊張だよ。私踊れるかどうか。なんでこんな荷物がいっぱいあるさ、本当に。なんでこんなにいっぱいあるんださ。嬉しいお知らせです。でもちょっと今確認取ってもらってて、どこまで行っていいかがわからないので、とりあえず撮影した雑誌のお名前だけ発表します。雑誌の撮影のさらに上を、私は上に行ったので、ちょっと待って、ちょっと待って、
認してます。あ、でもあの本当雑誌の撮影でした、今日は雑誌の撮影でそのオファーをいただいて、そう撮ってもらうことになりました。ちょっと今確認撮ってる。また発売日時とか知ってるんですけど、ちゃんと行っていいよってなった時にお伝えさせていただきます。か、あ、じゃあ雑誌名発表させていただきます。雑誌名は、アイドルライフという雑誌です。間違えたアイドルファイルだった、間違えたアイドルファイルというなんか月一でそのいろんなアイドルさんの写真を出していく雑誌なんですけど、それの次の号に、あ、そう、福田あかりちゃんが載ってたやつに次の号で載せていただきます。あと今日着替えてる時に汚した。書店で買えると思います。ツイッターとかもあるので、はい、もう早速汚しちゃったっていうお知らせです。服着てるグラビア、うん、グラビアっていうかなんだろう、写真っていう感じなので、何を着たかはまた後にお知らせするんですけど、そう本当にいろんなアイドルさんが出てて、ありがたいことに今回出演していただき、楽しかったです、すごい楽しかったです。あ、そう、なんかすごいお人形さんみたいな感じで撮ってもらって、まあ、シチュエーションがその号によって違うので、っていう感じ。また写真見せれるようになったら見せるね。って感じですかね。いや、注目されるといいですけどね、こういうのをきっかけに。あと洗濯物を畳むわ。てかなんでこんな散らかってんだろう、そもそも。これなんだ、
注目されてるかな。嬉しいね。でもいやでも本当にいっぱい褒めてくれました。マネージャーさんとかスタッフさんとかも、なんかいつもと違う服部見れたって言ってくださって、顔面だけ見せるわ顔面。顔面だけ見せるとこんな感じ。すごいキロンキロな。キロンキロンなのよ。ほら、まあ、アプリ使ってるからあれだけど。いやでも本当にメイクうまかったんだよな。だって私アイシャドウいつも濃いんだけどさ、これアイシャドウ濃くなくてもメイクすごい綺麗だから。一日今日は気分が高かったです。いやすごい見てたメイク、ずっとやってもらいながらずっと見てた私。なんかもう部屋の掃除ができなくなってきて困ってる今。今日牛カツ食べた。牛カツ食べたよ。取れた。この漏れてる写真、漏れてるのもスクショして、いや鬼漏れてるよねやっぱメイクすごい。まあでも襟汚れてんの。襟汚れてるわ。荷物パッキングしてたら松山行く時間だんだん湧いてきて、みんなさ、みんないつ来るんだっけ。 24?23 かみんなのこと勝手に知ろうとしてるけど23か。やばいやばい、マジで本当に掃除しないと。
でも愛媛行ったり来たりするとそんな掃除なんかしてるところじゃないんだよね。謎に一旦キャリーバッグ今閉まってるし。23の夜か、みんな23か、大体そうだよね。今日鬼滅の日なんだ。何で落ちるんだろう。歌丸石鹸で落ちるかな。今日さ GU でさシナモンのパジャマ買おうと思ったのに現金下ろすの忘れててさ、買うのめんどくさくなって買うのやめたんだよ。もう寒いしさ、人多すぎてさ、ちょっとこっちに人多すぎてさ、もう往復もしたくなくて。絶対 GU ってでもピッて払えたよね。 D 払いとかできたから。何がついたの。ファンデーションがついた。ショックショック。やばいね。今日私新宿と渋谷に行ったんだけど、普通にお買い物とかしにご飯とか食べに。めっちゃいる。しかも可愛い服いっぱいあったし、なんかスウェットめっちゃ買えそうになった。え、ひまやにあったま韓国ファンさん、え、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう。うれしい、ありがとうございます。嘘、歌丸ファンデーション落ちる、最高。歌丸だな。じゃあ洗濯干してから寝たいし、明日はねわりかし一日っていうか、そう一日だから明日はねちょっと午前中、お昼午前中衣装ルーム、午前から午後にかけての時間にショールームするから、みんながあんまり見えないかもしれないけど、ちょっと許してください。いや、準備配信にはならない。事務所で、事務所からする。事務所からします。いや久しぶりに会えるメンバーに、いろんな木田彩とかめっちゃ久しぶりかも。ありがたいことにね、今すごく忙しくさせていただいてるんで、私は頑張りますよ。もっと忙しい子もいるだろうけど、シナモンのパジャマ欲しい欲しい欲しい。買いに行かないと。明日買いに行こうかな。めっちゃ服買っちゃったんだよね。なんか物欲今やばすぎて。
ね、誰が会ってないんだろう。左屋とかでも全然会ってないのは確実分かってるんだけど、あと誰か2週間以上会ってない子は全然いるけどね。左屋とかはマジで会った記憶ないから、マジで会ってないと。とりあえずある程度畳み終わった。あやちゃんも会えると思う。ウェディングドレスのオフショットあるよ。一人で撮ってちょっと載せていいのか、いいんかい。あ、今日さ、なんかガチャガチャやりたくなって、で鬼滅のガチャガチャやろうと思って。私カナオが好きだから、カナオを狙ってたんだけど、そのカナオのそのガチャガチャにそのタマヨさんとかがいて、うん、絶対これタマヨさん出るわみたいな言ってたの友達に。そう、絶対これタマヨさん出るわみたいな、いやでもカナオがいいみたいなずっと言ってて、でも絶対タマヨさんの自信あるわみたいな言ってたらタマヨさんだったいや嬉しいんだけど、玉屋さんいるかなと思って、いや飾るよ私は100玉屋さん出る自信あるって言ったら本当に玉屋さんだった。でも1回この後頭部が見えて、あこんな紫は絶対カナオやと思ったら玉屋だった玉屋だったよ。どうやってるの？いやでかいの体。これ何？説明書捨てちゃったからよくわかんないんだけど、何これ。何これ。何これ。うん？何これ。たまよ。なんだろうこれ、これなんだろう、望遠鏡、望遠鏡なにこれ。いや鬼舞辻も欲しい、鬼舞辻も欲しいよ。なにこれ。でもなくても成り立つからいっかね。かわいい、これ集まったらかわいいよね。でもタマヨは、タマヨはな、これ誰って言って、タマヨ、タマヨだよって言って、タマヨって誰ってなっちゃうもん。だって友達にさ、これってさ鬼滅のなんかって言って、うんそう鬼滅のタマヨって言ってえタマヨってなる、タマヨってなる。だって炭治郎とかがわかるよ。タマヨだよ、タマヨ。タマヨの説明の仕方とか、まあむずい。でも可愛い。
たまよ、落ちとかじゃないんだけど、たまよ、たまよってすごい人なんだけど、たまよの説明がむずいな。でもたまよはめちゃくちゃいい人。いやこう今日こう今日久しぶりにフランフランに行ってさ、そうよかった。あとすごいピンクのコートが欲しかったんだよね。どこのとか言って教えても別にいいんだけど、可愛かった。見たらあれ売ってない。ああ、ユシロウもいた、ユシロウもいた。これかな、これだ。でもちょっと寒そうだった。でもさ、ピンクのコートとかって何に合わせたらいいんだろうっていつも思っちゃう。あと今日はバッチコイの放送日なので、皆さん千葉にお住まい、千葉付近にお住まいの方、見える方はぜひ見てください。私はちょっともう今日は次お風呂に入ってやることやって寝ますということで、ランキング読みます。13位中心アットマーク超大森ナタリドンさん、12位中心アットマークチャ愛知しかかたんさん、11位ヤッスンさん、10位アギさん、9位マジバナちゃん、6位間違えた8位ユーアットマーク特製アニメナタリドンさん、7位茨城のダイマットマークナタリドンさん、6位ペロペロチーノさん、5位ユキタンアットマークなちゃん大好きなトリドンさん、4位マイキアットマーク超かわいすぎ撮影お疲れ発売楽しみにしてるねさん、3位ユキさん、2位ロロさん、ロロアットマークやすみさん、1位ひまやねアットマーク韓国ファンさんです。ありがとうございました。タワーもありがとうございます。ということで今日も見てくれてありがとうございました。おやすみなさい。